では続いての話題ですトヨタ未来のまちづくりへという話題に移ってまいります概要ですトヨタ自動車などが計画を進める暮らしのあらゆるものやサービスがネットでつながる実証都市ウーブンシティの地震祭が23日 建設予定地の静岡県裾野市で行われました市内のトヨタ自動車工場跡地に新たな街を作り自動運転の車を走らせたり人々が生活を送るリアルな環境の下で AI 技術の導入やロボットなどの新技術を検証したりするものになるそうです当初は360人程度将来的にはトヨタ自動車の従業員など約2000人が入居する見込みとのことです,ということですそうですね えーっとね、電気自動車これはですね世界的に日本のトヨタを潰そううという計画なんですえこれはもう日本人ってね何回でも騙せるんですよ。で,で日本人ってものすごく優秀でねあの外国が太刀打ちできないんですよ。日本人とユダヤ人なんですよ他の人が対抗できないのが。だからユダヤ人はしょっちゅういじめられるでしょ 日本はね猛虎に勝ったってうのは日本だけなんですあれ別に台風と関係ないですからもう台風が来る頃にはもうほとんど猛虎全滅しますからねあれはそういう力があってあの台風神風なんて言ってるだけで本当は日本の鎌倉武士がほとんどやっつけちゃってるわけですねでロシアと戦ったら日本勝っちゃうともう太平洋戦争大東亜戦争ではアメリカには負けましたけどイギリスオランダ全部やっつけてでイギリスは植民地全部放棄しなきゃいけな 戦後になってあれだけ日本叩いて原爆落としてこれでやられたと思ったらジャパンアズナンバーワンになっちゃって松下電機とかトヨタ自動車ももととても対抗できないところがまあ半導体交渉なんかでアメリカとかヨーロッパが頑張って日本の電気産業は潰しちゃったわけですよ。これはまあ明らか半分は政治的ですね半分はまあ日本の社会がリサイクルなんて始めたからだけどまあ半分はやっぱり欧米の力に負けて。 ものすごくいっぱい規制されてそれで日本の半導体が全部ダメになった工場全部潰れてたんですね今残ってる工場はね自動車自動車関連の部品を作る鋳造とか鍛造とかねビスの旋盤とかそういうとこが日本のほとんどを持ってるんですよでこれはね潰せないんですよなんで潰せないかっていうと鉄鋼日本の鉄鋼が潰せないと同じで日本はね製造技術がすごいんですよ組み立ては 誰でもででもきるんですよ組み立ては世界の例えばテレビとかパソコンとかこんなやつはね部品が揃えばただガチャガチャって組み立て,み立てるところがね自動車とか鉄鋼ってそうじゃないんですよちょうどきちっと組み合わせたりねしなきゃいけないんですよ鉄鋼だとね天炉にこう溶けた鉄をやるときにこうやってあの色を見てねそれでシリカの入れる量を変えたりしてるわけですね。でそういうい本当の,その、まあ、要するに 刺身をねこう切ったのとこう切ったのと味が違うっていうのが分かるようなさそういう技術なのは日本しかできないんですよこれ世界でそうすると中国市場ももうフォルクファーゲンなんかが全部取ってたのがもう最近トヨタですよもうトヨタのガソリン自動車ハイブリッドってガソリン自動車なんですけどガソリン自動車にもう到底勝てないそこで作戦を組んだのが主に中国とヨーロッパで。 電気自動車をぶち上げたわけですよ。ね、そうすると電気自動車だと今度組み立てだから,だから簡単にできるんですよそうすると日本の中にも宣伝すると小池都知事みたいに反日がいるからそれで2030年までに東京で電気自動車以外を走らせないとかそういうこと言い出すもしもですよトヨタ自動車がトヨタ自動車とか日本の電自動車産業やられたらもう日本には産業がないんです産業がなくたらどういうことかっ,ったら 子供たちの就職先ががななななくくるってことですよ会社がなくなりますからね、うん、だから日本の子どもたちが中国のコンビニに行って店員やんなきゃいけないんですよ。うん、それ目に見えてるわけですよで目に見えてることをまあ環境なんか全然関係ないですからね、まあ、これはまあ最近でも言ってるようにどっかで電気作くなきゃいけないんだからそれ決まってるんだけどそういうのにどうやってトヨタは対抗していくかってことですね。で 電気自動車は僕は過的なもんだと思うんですこれは日本潰しのためにやってるだけで本当は全自動の電気も関係ない、えー、運転手もいないでただ箱だけっていう車になるわけですそれをやろうとしてるんですけどここにあのコントロール用の電波と出力電力用のマイクロウェーブがあって車の上にポチュッと立ててそこに行きますから。 ガソリンタンクもバッテリーもないんですよね。二席ぐらいあって、そこに主婦がこう買い物して乗って、で私のもう顔認証だから住所言わなくてもいい私の家に帰ってつっ,ったらピューと帰ると。それが最初なんですよ。よ電気自動車よりか。だけどそれをやるにはある地域全部がそれになんだけどもちろん信号なくなってしまますからね。どうして信号今信号があるって非常に変で。 こっちかかかからら車が来るるかかないから信号があるわけですよだから誰も来なかったらみんな当たっちゃうでしょところがその町の全部をコントロールしてますから、はい、だからこっちから車が来てどっちを優先するかコンピューター決めてこっち優先してこうやって走らせますからね、まあ、もちろん交通事故ゼロですね、うん、トリプルチェックぐらいになりますから、はい、それでそれを一気に行こう一気に行くっていうかまあ必然的には一気に行くことになるんでトヨタはそれをこれやろうとしてるんですね。 だから本当は日本の朝日新聞とか NHK とかはこれを大々的にやって電気自動車のトリックが日本をいかにダメにするか日本の子どもたちの仕事をもう最終的に奪ってしまいますからあれは。ですからまあそれをですねやっぱりちゃんと報道すべきだと思いますけどね。でではは続続いての話題です続いててののの話話題すす本当報道編に移ります、はい、求める答えを